死于。五寛大の三刀将の墓壁画死于は、中国神話に登場する神である。道しでは、姓は今日で炎みか角、神農死の子孫であるとされる。重心で銅の頭に、鉄の額を持つという。また四も黒っぴで人の体に、牛の頭と鳥のひずめを持つとか、頭に、角があるなどと言われる。術域によると石や鉄を食べたという。 超能力を持ち、性格は勇敢で忍耐強く、同じ姿をした兄弟が81人いたという。諸教では、性格は横島であり、その凶暴を、どんよくさはフクロウに例えられて、死儀と表現されたりしており、反乱というものを初めて言った存在として挙げられている。 古代中国の帝であった皇帝から王座を奪うという野望を持っており新王氏の世の末期に、ラインを起こして、兄弟の他に、無数の血味猛狼を味方にし、風雨、煙、霧などを巻き起こして皇帝と自家のので戦った。農務を起こして、視界を悪くしたり血味猛狼たちを駆使して、皇帝の軍勢を苦しめたが、皇帝は指南者を使って、方位を示して霧を突破し、 妖怪たちの恐れる竜の鳴き声に似た音を忍笛などを使って響かせてひるませ、軍を押し進めてついにこれを捕らえ殺したと言われている。三海行対抗北行に記されている皇帝による私友との交戦の描写には、具体的な竜としては、王竜が皇帝に加勢しており、私友を殺したとされている。最後に捕らえられた私友は、諸悪の根源として殺されたが、 この時逃げられるのを恐れて、手枷と足枷を外さず、息絶えてからようやく外された。体から滴り落ちた鮮血で赤く染まった枷は、その後、風となり、毎年秋になると赤く染まるのは、死ルの血に染められた恨みが宿っているからだという。赤色は死ゆを示すともされ、赤旗を私有気と言い,い、皇帝は、 その死有性罰後はその姿を描いた旗を示してその異性の象徴ともした。後に、劉邦がこれを軍旗に採用したともされる。四季、宝禅書では死有は、矢神のうちの兵主神に相当するとされ、戦の神と考えられている。戦争で必要となる斧、盾、弓矢など優れた武器を発明、あるいはそれらに金属を用いるようになったのは、 シ勇であると伝承されており、予本ではシ勇が発明した語兵としてか、祖国、劇、周祖国、恵比寿祖国が、初学期ではシ勇が発明した剣が、流魚家とでは、兵図へ、劇、刀、大石弓が挙げられている。漁師春秋、東兵では、シ勇は兵を発明した元祖であると、人々は言うがシ勇は活用をしただけであり、 それ以前から木などを使った武器は存在していたと説かれている。死ウが反乱を起こしたことで、これ以降は法を定めて、反乱を抑えなければいけなくなったとも言う。監視でも、金属を用いて剣、鎧、矛、劇などを死ウが作り出したと記されているが、ここでは死ウが皇帝の献身として登場しており、両者の関係性が全く異なっている。 古代中国の家内に文様として描かれている、怪物のような顔は唐鉄を示したものとされることが多いが、この顔は、死勇のものであるとする伝承も存在している。皇帝によって撃たれた、死勇の首を表しているとされる。死勇に味方したのは勇敢で戦の上手い旧はじ族、北方に住む巨人族の子父だった。死勇は旧はの一族の長であったとも、 考えられている。戦いに敗退した旧八字無族は逃れて三内となった。諸教の旅形によると皇帝は仇討ちを心配して病民を皆殺しにしているが、この南方の民を根絶やしにできず、その後、三内人は歴代の王を執拗に悩ませてごわい敵となった。 中華人民共和国の小生トゥチャ族宮族自治、中華垣県では2001年に、内族子祖、私有像という私有の大立像が建造された。また、宝水宮族トゥチャ族自治県には、死有旧八無城という私有を採取した施設があり、2014年には、旧八無上柱という高さ24メートルにも及ぶ、石刻柱が建てられている。 これらに代表されるような私有関係の検証は、同地における私有に関する民間伝承されていた、祭祀と古代の伝説に登場する私有、旧はじむ、三内の存在を根拠として20世紀以後に構築された内族の思祖は私有であるという説を色濃く土台としたものである。ABCD 松村武雄。 中国神話伝説集社会思想者1976年57から61ページ ISBN4 から 390108751AB 小林、一郎、継初代行第五巻平凡者1939年316から322ページ、三回行大抗北行、王竜遺札死有、また札子父。 高島三郎役、三海業平凡者1994年169から171ページ、法然書に説かれている八神は、天根出身、地出身、兵出身、影出身、陽出身、月出身、非出身、四字出身である。予言作編、私有作五兵。保護、保護、劇、周保護、恵比寿保護、皇帝中の自家のの、諸学期、 昔かつてんろの山初しかも出勤、私ゆうけしかも性能、も、ためつるぎよろい、この件の、しなり。国民文庫観光会、国約官文、大政教古士部、第20巻国民文庫観光会1924年104ページ、早稲田大学編集部、関席国事改善書選徹一長第19巻早稲田大学出版部。 1911年263から264ページ、AB 演歌書、鈴木博士役、中国の神話伝説上、青二社、1993年200から217ページ、洋子教、死于大螺丹、与え、炎起子村から、堅論近代以来中国国民整合的行場、路線2010年27課に四合団、法林、死于高。 ありがとうございます。